翻訳ソフトとは、機械翻訳ソフトウェアである。機械翻訳を行うコンピュータソフトウェアが、翻訳ソフトである。機械翻訳という語には、すべてを自動で行う、ないし、それを試行するような意図があることから、現実的には使い物になる訳分を得るには、プロによる、監修が必須であり、相互に補完する。 といった使用法のことなどもあり、積極的に翻訳ソフトと言い換えることを勧める人もいる。無料から数万円程度の一般消費者向けの製品と数万円から数十万円までの業務用製品に対別できる。前者は自動翻訳を主眼に置き、英語が苦手なユーザーがボタン一つで翻訳といった手軽さを志向している。これに対して後者は 専門辞書や辞書の管理機能などが充実しており、翻訳支援に使う。翻訳メモリとの連携が可能な製品もある。対話的翻訳が可能な対訳エディタは、最近は安価な製品にも搭載されるようになったが、上位製品では必須である。医学用、特許用など、特定の言い回しを含む分野に特化した翻訳ソフトもある。業務用翻訳ソフトは、それを使えば、 誰でもプロ並みの翻訳ができるといったものではない。業務用翻訳ソフトを英語が苦手なユーザーが購入する場合もあるが、業務用翻訳ソフトは専門知識と技能を備えた翻訳者によってその進化を発揮できる場合がある。英日の翻訳をしたい場合に日英を活用して行き来することがある。また、英日以外の言語に翻訳する場合に英語との変換。 日本語との変換の両方を見ながら、訳文などを選択することもある。特許の場合には、権利関係を一文に表現する必要があるため、複雑な副文で構成しているため、翻訳後の文章を複数の単文にすることがある。そのため、そのままでは出願文書と利用できないこともある。翻訳ソフトは、手紙のように、否定形的な文章やニュースなど、 新語や固有名詞が多く、多様な話題である文章は苦手である。専門的な内容であっても、定型的で不特定多数を対象としてわかりやすく、書かれた文章、つまりマニュアルなどの文章では、効果が高い。適切な専門用語辞書さえあれば、専門性が高ければ高いほどその有用性は高まる。他のソフトウェアに組み込むことにより、翻訳ソフトを利用していることを意識せずに、 翻訳を利用することができるようにしているものがある。オンライン上で無料で翻訳するサービスがある。これらはホスト側に翻訳ソフトがあり変換している。翻訳ソフト。IT 用語がわかる時点。コトバンク。2013年4月21日閲覧。パソコン等の汎用コンピュータのアプリケーションソフトウェアという携帯以外に一種の 電子手帳のような携帯の機械翻訳専用機のようなものもあるが、そういったものも翻訳ソフトが搭載されたコンピュータと見ることもできる。この記事では扱わない。ありがとうございます。